はい。どうも、来ましたね。ほら、ついに来ちゃいましたね。いや、来ましたね。早速ちょっと作業していきたいと思います。おお、早速来ましたんで、やっていきたいと思います。クローブシムで運用しています。NTT ドコモ。ドコモの回線。で、これに楽天モバイルの。でね、通信なんですよ。シム2個入るんですよ。はい、具体的に何が届くかっていうと、ガイド。スタートガイドっていうやつと、それからこのシムカード。こちらが届きます。早速、こちらね、作業というシム入れて、セットしていきたいと思います。それではちょっと早速。結構押しちゃう。なんか今しれっと、サイズ合わないとか思った。とりあえず。早速セットしていきまーす。怖え。アクセスポイントで、なんもないです。なんもないから設定しないとダメだ。とりあえず、できたっぽいんですけど、なんだろう。この申し込み番号のとこ準備中になっちゃって、ここになんか出るんかなって、あと利用状況とか、前楽天今開いてるんですけど、なんも出ないですね。このように、楽天リンクも繋がります。こっちが回線がありませんになります。で、ここ、お申し込み回線、開通済み、使えるのは使えるようになっています。はい、来ましたね。楽天アンリミテッド。はい。来ました、来ました。5ギガ来ましたね。アンリミテッド。来てなかったんですけどね。来るようになりました。こっちも？そうですね。来るようになりましたね。慌てなくても、もしまだの人は、慌てなくてもね、普通に来ると思うんで、いやー、これね、いいっすね。これで、ただね、エリアがね、パートナー回線なんです。早くね、楽天の回線が、もっと広がってくれたらいいんですけどね。まあ普通に電話とか軽く使う分にはでね、これ足りるんで、今日はね、ついに来たっていうことで、容量ね、増えてましたということで。